はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。ワイドスノー様、ご支援ありがとうございました。ありがとう。頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ワイドさん、デモのお手伝いとか、お手伝いで、なんすか、労働奉仕っていうか、労働も提供していただいて、お金までいただいちゃって、誠に恐縮であります。国鉄大塚駅で凱旋してまいりました。昨日ですね、聞いてくださった皆様ありがとうございました。タヌ様失礼しました。タヌ様からいただいた労基資料あったんですけども、まあ送ってきていただいてね、実習生に対して何らかの労働基準法違反があった事業所は 72.6% に上ると、何も問題なかったっていう事業所が3割以下あだった。だからかなり問題がある事業所に当たる確率が高い、7割以上問題がある事業所。だから外国人の皆様、間違っても実習生で日本来ない方がいいっすよ。違反の内訳はですね、安全基準違反 24.4%、 4分の1、外国人は怪我してもいいとか死んでもいいとか思ってんのかな、こういうろくでもない事業所はね。残業代不払い 16.0%、 長時間労働 14.9%、 有給なし12.6%、 賃金不払い 10.0% など、10分の1が給料くんねえのか、ひどいな、終わってんな、これな。こんなんだから去年9006人も逃げてね、逃げちゃって不法滞在者に転職するんだよね。日本でひどい扱い受けたらですね、日本人にいいイメージ持たないし、それ宣伝するわね、帰国してからですね、日本でひどい目にあった、日本人はひどい連中ってね、宣伝するわね。やっぱり実習制度は国益損ねてますよね。日本人の賃金上昇も抑制してるしね、労働者働きたい人増やして賃金上がんねえべ、ほんでよってね。11月19日池袋にて外国人実習制度廃止デモ、やります。ご参加ください。不法滞在者によって外国人全体のイメージが低下すると損すんだから、合法滞在者も実習制度廃止に協力せよ、デモに、参加してよ、その方が得だがんな。いずれ実習制度が変更されるそうです。政府有識者会議案、現在は3年間転籍できない、実習期間を1年に短縮、希望すれば1年後に転職できるようにするって、実習生なのに転職って言っちゃってるよね。日本で得た技術を母国で活用してもらう世界貢献って建前金繰り捨ててですね、外国人の労働力が欲しいっていうのを丸出しに、これじゃあ労働力輸入制度になっちゃうよね。世論です。移民増やしたいだけですやん。移民ロンダリング、また余計なことだけする自民党、瞬く間に高齢化し生活保護、外国人奴隷制度っちゅう本質は何も変わってないじゃん。どうせ逃げ出して悪いことするに決まっている。たった1年であとはフリーでただの奴隷輸入制度、盗賊に転職、円安で来ないといいな。国籍と永住権の大安売りの移民政策とはちょっと違うが、外国人さんいらっしゃいいらっしゃいは同じで、実質移民政策だわな。米国国務省からですね、スレイブトレイドって、奴隷労働って批判されてることを継続して拡大させてるって、ここだけなんでアメリカに対して強気な理由は何なんだ。経済界からの寄付金なのかな。自民党と経済界はですね、安い労働力使えるぐらいしか考えてなくて、入れた外国人が不法滞在者になるとか、徒党を組むとか、治安を悪化させるとか、高齢化して福祉が必要になるとかの責任は決して取んねんだよ。今この制度を運用してる人は責任取んねんだよ。誰が責任取るかっていうと、我々の子孫ですよ。子供や孫や老いがめが責任背負わされるんですよね。今でさえ生まれる子供の24人に1人が両方もしくは片方が外国人で、 5% で騒ぎ出す、 10% で暴れ出す目前なのに、自民党のせいで日本が日本人の国じゃなくなっちまいますね。安定的な皇位継承権を議論する総理直轄組織を新設し、今国会中の進展を目指す
そうであります。自民党案、旧皇族男子を本家の養子に迎え、生まれた男子を皇位継承者にする、養子がすなわち天皇じゃなくて生まれた子供、維新と民民はこれに同調、立憲は女性宮家創設、共産は皇室打倒が当然で、女性天皇も賛成、女系天皇も賛成しております。まあ切り崩していこうっていう腹だろうね。女性天皇愛子殿下を即位させて、そこから切り崩したろうっていうことなんだろうね。共産党は世論です。どうもこうも男系以外選択肢なし、こういうのって女性と女性をごっちゃにするやつが必ず出てくるような、これ女性と女系じゃないか、この人は間違ってないか、皇室打倒が当然の共産党が女性天皇容認としている時点でお察し、男系がいるなら男系で、旧皇族男子を本家に迎え生まれた男子をとあるが、母親は愛子殿下限定なのかな、誰でもええのかな、それともな、愛子殿下限定だったら愛のない結婚ガーとか、今時勢力結婚かよとか、血が濃くならないっていうツッコミが入りそうですけども、誰でもいいんすかね、その養子が連れてきた嫁でもいいのかね、近所陛下がおられるうちに養子を迎えんのか、それとも養子の身分はどうなるのか、なんて呼ばれるのか、養子殿下じゃないよな、いろいろ不明なんですけど、まあまあいずれにしても少々必勤、御事の利を賜りては必ず慎め、まあ下々があれこれ口出すべきことではありませんけどね、いろいろ疑問はありますけれどもね、女性自身とか女性セブンとかの皇室ゴシップろくでもねえよね、下々がそんな恐れ多い皇室の噂話口にのぼしてそれ商売にして、戦前だったら不敬罪だよな。急激に悪化する川口市の治安、1月8月期の犯罪件数去年との比較、去年2354件から545件、2割以上増加して2899件になってしまいました。特に増えたのは自転車泥棒、262件増加だから全体の犯罪増加の半分を自転車泥棒が占めてるって、ことですね。空き巣、22件増えました。車上狙い17件増えました。など経済犯罪が目立って増えている、世論です。間違いなく治安が悪化してんな。まともな日本人が避ける街になっちゃうな。これから全国に波及する、これで対策強化してるっていうんだから炎上するわな。これ認知件数で実際にはもっとある。スラム街まっしぐらかね。住んでる人本当に気の毒ですね。今後はですね、自分の自転車が止めたとこにちゃんと悪化なってビグビグして暮らしていかなくちゃいけなくなっちゃいますね。手軽な軽犯罪が特に増えたのは手軽だからですよ。手軽でも盗まないのが日本人の常識ですけど、そんな常識通じない連中がいるんですよね。まあそっちの方が世界の標準なんですけどね。日本人は災害の時になんで略奪しないんだって驚かれるそうなんでね。常識通じない連中が増えると、まあまあ治安も悪くなるわな。日本政府、中国の脅威を念頭にフィリピン政府に沿岸監視レーダーを供与することで合意だそうであります。共産山添、兵器輸出解禁の流れにと一体に突き進むのは言語道断。何言ってかわかんねん。決めつけてねえか。小沢一郎、バラ巻きしかも武器などと批判、世論素直で結構。中国のスパイをあぶり出しと、中国の犬がキャンキャン吠えよる。武器を兵器をばらまきに行くとは予想外だった。やっぱスパイ防止法必要だね。こいつらが絶賛してたら不安になるからよかったわ。スパイが堂々と国会議員やってんのは日本ぐらい。こいつら監視用のレーダーも必要だよな。共産党公安監視対象なんだから本部事務所に監視カメラ置くからつって、つけちゃいなさい。試験、共産党小沢が批判してんなら、まあ国益ですよね。
金はかかるもののレーダー、上げるのはレーダーでフィリピンを武装するのは国益なのかな。 9.5 億円の無償援助決定ってあったが、これの代金なんだが、それとはまた別なのかは不明であります。堂々とスパイが国会議員やってる、国辱ですよねこれね、国辱、早くスパイ募集を作らないとね。今日の単身です。内閣支持率が軒並み自民党支持率を下回る。自民党応援だが岸田は嫌って人が増えた結果ですね。 LGBT 法だの、スワップ再開だの、ホワイト復帰だの、優遇縮小だの、年金支払い期間を40年から45年間に延長して結局は100万億支払うようにするだの、心当たり多すぎて、なんで、支持率下がってるか逆に分かんないですね。立憲の泉健太代表、5年で政権交代を考えている、次は諦めちゃった、次の選挙はまあ無理だよね諦めたみたいですけど、代表がそれ言っちゃっていいのと、プチ炎上。5年後立憲って党が悪化どうか分かんないですよね。こいつらね、苦しくなると党名変更するっていう癖があるからね。玉城デニー、玉城って読むのかな、デニー知事、沖縄県民は先住民族と国連で演説しちゃってですね、中国の介入を招く発言で外観誘致として沖縄議員連盟に辞任要求される、こいつを放置していると沖縄はチベットやウイグルのような人権ない中国の自治区となってしまう、よかったまともな議員って、デニー、琉球王に俺はなる、でもって速攻中国に服属したいってことなんですかね。琉球独立とか言って知事選出てた、頭おかしいやつもいたしね。日本から独立して沖縄県がよ、したら中国喜んで占領しますよね、大喜び。神奈川県相模原市緑区で熊が目撃される。神奈川県、熊に遭遇してしまったら急に立ち上がらない、大声出さない、背中を見せて走って逃げないなどを呼びかけ、これで合ってます？大声出してびっくりさせて撃退なんて話は聞きますけど、急に立ち上がるとあっちもびっくりしてやられるのがね、反射的に背中を見せて走って逃げない、まあ追いつかれますかね。なんかクマ50キロで走るみたいですね。100メートル10秒で走る人は時速36キロなんですよ。だからクマは100メーター7秒ぐらいで走るのかなって、ちょっと振りほどけないなーっていうことで、というわけで外国人実習制度改めですね、外国人労働者輸入制度ってもっと悪くなるみたいなんで、今のうちに実習制度廃止って、訴えるためのデモやりますんで、皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。